裏のモニターで見て、なんかめっちゃキュッツリムだな。裏のモニターで見てる時にマッシーさんがちょっと待ったみたいなこと、あーもう私あの瞬間からもうすでに涙出てるぐらいの勢いだったんですけど、なんか4期生みんなしてギャン泣きしてお見送り出なきゃいけないのに、みんな目とか鼻の周りが真っ赤になっちゃって、はい、お見送り終わった後もナナとか私がずっと泣いてたからレイナさんが私とマッシーさん、マッシーさん私とナナの隣に座ってもう慰めてくださいました。どう？え？日焼けさん、え、どうもありがとうございます。慰めてくださったのか分かんないけど、ありがとうございます。しかも2つもありがとう、今日来てくれてありがとうね。受付嬉しかったです、ありがとうね。そうなんですよ、そう、もうみんなあの前座の人たち、人たちが前座のメンバーはやっとあの出番が終わって先輩方のあのステージを見学っていうかモニターで見学して、で大体いつも本当最後の曲が始まったぐらいから椅子を片付けたりメイクを直したりして、で準備をするんですよ、見送りの。そしだから廊下の方にいたんですよみんな。けどマッシーさんのちょっと待ったが聞こえて、いやーとか言いながらまたモニターの方戻って、誰もありがとうございます。いや違うかもしれないとか言って現実逃避したんですけど、一瞬まあそうなる。いやそんないっぱいだるまありがとうございます。もうね、あごめんなさい喉鳴っちゃった。驚きもそうだし、涙が溢れてしばらくはずっと泣いてました。あー大さんタワーありがとうございます、ありがとうございます、ありがたわー、ありがたわー、ありがとうございます。そうですね、これからはありがたわーって言っておこうと思います。みんなが言うから真似して、だるまもありがとうございます。でもね、今日めっちゃ釣り目だな、もうやだ、どんどん先輩が卒業されてもうどうしたらいいの、4期生ばっかりだよ。タワーはあんまりしない、うん、タワーはねお姉のだから泣きすぎてね。そうだよね、みんな芸能界やのか、そうもう芸能界もう引退で社会人とか言い始めたもん、ああ嫌だ嫌だとか言ってもみんなして涙してました。本当にもうやだよ、行かないでよ、なんか
みゆみゆさんもすごく泣いてた。でれんなさんが慰めてくださった時に私の肩とか体育座りしてたんですけど太ももとかさすってくるって、またその優しさにも泣いた。ずっと泣いてる。泣きやんだ。なんかお見送りはなんとか頑張ったんですけど、やっぱり戻った瞬間からふうふうずっと泣いて、はい、だ亀仙人さん、どうもありがとうございます。ありがとうわ、ありがとうございます。亀仙人さんありがとう、ありがとうございます。本当に今日私が落ち込んでばっかりいるから。そう、ななみさんもね、てか私がずっと泣いたばっかりいるから、マッシーさんの方に近づいたらギューしてくださったし、それを見てななみさんもギューしてくださったし、余計涙が出ました。ねえ、マッシーさんのファンの方もさ寂しいよね。そう、先輩がみんな皆さん本当になんか4期生のことも気にかけてくださって、4期生が永遠泣くから先輩方も泣けずにいたし、申し訳なかったです。うん、寂しい。6月末まであと2ヶ月もあるってマッシーさんもおっしゃってたけど、2ヶ月しかないんだと思う。2ヶ月しかない、短すぎるし、あっという間だろうし、もうやだ、すぐですよ、そんな2ヶ月なんてもんは。なんか マジで一緒だよね。おねえも泣いてた、めちゃめちゃ。ねえ、マッシーさん大好きだから。そう、卒業までいっぱい話そうねって言ってくださって、話したいです、マッシーさん。公演かぶった日には、撮らせていただきたい。ああ、もう本当に嫌だわ。どうしよう。マイク撮る。メールにね載せるからね。卒業発表すごい。ん？日向さん？違うか、 DMM だ。なんかやっぱりさあ、もうなんか先輩方が卒業するばっかりでさ、なんか4期生ばっかりになって、大半がもう4期生じゃないですか。不安だし寂しいし、
なんか、どうなっちゃうんだろうって思います。マッシーさん髪切ったんですけど、今日朝マッシーさんの髪の毛、なんか短くなったような気もするなと思ったんですけど、髪型が変わったなとか髪の毛切ったのかなって思っても、聞いて聞いて、聞いて違かったら恥ずかしいじゃないですか。あれ、例えばたかしとかに「えねえ前髪切った？かわいい」とか言っても「あれ切ってない」とか言われたらさ恥ずかしいじゃん。だからマッシーさんにもなんかちょっと短くなったような気もするなと思ったんだけど、言おうか迷ったのね。けどね、一応ってか聞いてみて、マッシーさん髪の毛っていう、ちょっとなんだろう、髪の毛ちょっと言い切らずに、髪の毛切りましたまで言うと恥ずかしいから、髪の毛みたいなこと言ったら「そう切ったの！」とか言って、気づいてくれて嬉しいとか言ってくださって、こっちが嬉しくなっちゃった。予防線じゃなくて、聞き方をちょっとうまいことやって、髪の毛マシさん髪の毛ちょっとめっちゃ可愛かったよね、綺麗なボブになっててめちゃめちゃ可愛かった。似合ってたよね。そう、嬉しかったって言ってくださった、私が嬉しいみたいな。やるな。やる、できる女、ありがとう。そう、めちゃめちゃ似合ってた。あとななみさんのメイク、いつもと違うなと思って、ななみさんメイクとか言って、そうなの、いつもと違うとか言って、なんか変かなとか言われたから、めっちゃ可愛いっすねとか言って。そう、目元がなんかね、いつもより紫っぽいシャドウを使ってらっしゃるなと思って、で聞いたら日向さんと同じパレットを使ったっておっしゃってました。日向さんもそういえば紫色のシャドウ使ってたなと思って、めっちゃ綺麗でした。いつもと違う感じのアンニュイなメイクな感じしました。めっちゃ似合ってて可愛かったです。美って感じ、めっちゃ美人っていう感じでした。アンナちゃんの前髪に気づいたのはたかし、あれあんちゃん前髪切ったとか言って、切ってないよって言ってみたりした最初は。嘘ついた。あー、レインボースターありがとうございます、キラキラありがとう。そう、できた後輩なんですよね、たかしは。レインボースタータワー並みじゃないのこれ。レインボースタータワーじゃん。ありがとう、ありがとうね。同期やって、年上、年上だね。
ありがとうございます。皆さん本当に無事お家に帰れましたか？皆さんはお疲れ様です。今日昼夜公演の受付ありがとう。そう、なんか今日はね昼夜公演どっちも、あれさっきも受付担当したなって方が、あのね夜も昼も来てくださって嬉しかった。わー昼ぶりよ昼ぶりとか言ってそう、たかしとの隣でも配信したし、そう家で見てる。うんうん、休んでねゆっくり。明日行きます。わーい待ってます。うん、たまたま偶然でしょ。うん、よくこっちに来てくれた。明日昼夜、うん楽しみ。夜もたかしてしょ。そうそう、あのそのままねこうこうしてアンナちゃんがやるタイミング狙っていたけど、私隣だったよね。まあ隣なだけいい感じ明日は誰と受付かな。受付ありがとう。うん、自己紹介してくれてありがとう。お出迎え、じゃお見送りだったけど今日お名前聞いたね。あーありがとうだるまありがとう。明日の昼も行く。わー楽しみ。次は私の受付来てくださいね。待ってますはい、明日人数多いから。そう明日は8人いるので15分かな。15分、今日よりは5分間短いんだけど、それでも15分もあるからねあのね、あの何番目かがさ行ってみるまで分かんないからさそれもあの運試しと思って、私を狙うというよりは来てみて、あ誰かなってこうね運試ししてみるっていうのもいいね。ショールーム、そう今日ねショールームの時間をあの受付やる前にあのチャットでお知らせして、であのそれを見てあの皆さんバレたみたい、この時間しかないなとか言って、あそうじゃんショールーム50分からするなら受付2番目じゃんとか言ってねバレた。みんな考察してきたから、えそんなこと考えたのと思って狙って来てくれたねそうみんなね考えて、考えに考えてやってくれてるからうんありがとうございました。一枠目にいないってことは聞いた。あら仲間とのご協力もあるのね。明日も匂わせ、明日は匂わせしないかな、どうかな。毎回真剣勝負勝負なんだ、狙ってるんだ。そうみんなそう考えてくれてるから面白いね。もうあんなちゃんじゃんって来てくれる方もいるけど、よし狙い通りみたいな顔で来てくれる方もいる。ね、明日何番目と何番目で誰とでしょうかね。知り合いが今あんなちゃんいるよって教えてくれたけど、おお、そんななんかやりとりを筒抜きじゃん受付情報筒抜けじゃん。
今日はジェノちゃん、そう今日は5人で、で3回分回さなきゃいけないから、6人いなかったからジュナが2回受付してくれました、ありがとう。ゆっちゃん、そうじゅっちゃん2回だった、昼も夜も確か2回会ってくれてありがとね。大変だったかな。そうでも空いてる時がさ、なんかオフラインおしゃべり会みたいになるんだよね、なんかそこの辺黒板ら辺にいらっしゃるファンの方とかが全然あの受付空いてる時間帯もあるからさ、こうあーほうほうへーとか言ってこうこれ越しに話したりして、なんかみんな空いてる時間帯いらっしゃるとめちゃめちゃ話すっていう、それでもいいんだ、えいいのかね、微妙なラインではあるけど、一応ねあの後ろに人が並んでなければちょこっとこうやって話したりして。そう絶対チューチューしてみたいね、なんかさどこまでがいいのか微妙なところがいっぱいあるからね、そうそう並んで結構混んできた、並んでない、あ並んでる、ん並んでる時間帯ってやっぱり後ろにも人がたくさんいらっしゃるから、どんどん受付はテキパキやっていかないといけないんだけど、本当に今日閑散期みたいなアルビがあったからっていうのもあると思うんだけど、今日はね私の受付は結構空いていたので、ロビーにいらっしゃる方々がいっぱい話しかけてくれました、たかしとね一緒にねお話しして、刀剣っていいな。刀剣はねちょっと時間がいつもより長くなりますよね、あのなんだっけお金をお支払いする時間があるからね、ロビーから出るときそういってらっしゃいとか言ってうーん顔認証はねもう大慣れ、失礼しますって、もうねベテランよ顔認証ベテランよ、そうなんか最初はなんか認証できませんとかいうことがたびたびあったんですが最近はもう成功続きでベテランになってまいりました、あーだるまありがとうございます、手間取ってもいいね時間稼ぎ話したいから、そうですねあえて手間取ってほしいそれはできない、私はなんせプロだからね、シアター9時とかね、今日も特賞のうちわを1枚書かせていただきました、わーい、そう初めの頃は私も本当に皆さんとお話しする機会なんて今まで全然なかったし、でお見送りじゃないお出迎えシステムが私のいない時にできたものだったので、私のいない前座から始まったシステムだったのでえ今日からそんなものがあるのとか言って、確か青ちゃんだったかな、ペアの子にこうしてこうしてっていうのを、あひろかだったっけな、そう教えてもらっていました、前が回してる隣で青ちゃんの特徴ね、聞いたそれ聞いたそうなんかそのロビーで話してらっしゃる時に、わあさっきアンナちゃんの特殊うちはギリギリであのなんか違う人が弾いちゃったんだよねみたいな、あ
それはそれはと思ってね、一回し早ければ聞こえてたというか、もうバーン私にそう言って言われたので、あらーちょちょちょって、また機会があればぜひ。昼夜めちゃめちゃいい席、えやったね。今日体感めちゃめちゃね、ピンク白がよく見えて嬉しかったです、うん、ありがとう。明日も回します、明日も回す、頑張ってください。私を弾いてくださったら、はい、一生懸命メッセージとサインを書きますから、はい。ピンク白、そう、体感めちゃめちゃいっぱいいらっしゃるな、嬉しいなと思って、お腹鳴っちゃったわー、ありがとうございます。だるま今日ね、なんかショールームで見るとあんまりかもしれないけど、たかしにもメイクさんにも今日のメイクというか、メイク今日の顔を褒めていただいたんだ。なんかやっぱショールームで見ると私の顔ってあんまり可愛くないんだけど、はい、今日はメイクさんにも、メイクさんっていうかヘアメイクさんにも、たかしにも、ん今日美女いいねって言っていただいた、ルンルンな日でした。そう、なんかショールームは私あんまり漏れないんですけどはい、リアルだとさらに美女いい、うん、それはそう、絶対にそう。だからいつだったかのやつに、絶対会いに来てくださいって、写真よりも実物の方がいいので会いに来てほしいですってよく書いてました最近はみんななんかメールとかでもショールームとかでもよく見かけるなっていう名前の方が劇場に会いに来てくださるので、嬉しい気持ちフ今日も初めましての方が 2、3人、3、4人くらい、あ、くしゃみです。くらいいらっしゃって、そう、めちゃめちゃわーハッピーと思って嬉しかったです。次の神社期待、うん、本当に本当に期待しててほしい。ビュートもベテラン、そう、最近ベテラン成功しかしてないあー、誰もありがとうですねなかなか劇場行けない、メール嬉しいね、よく返してくださって嬉しい。みんなメールは返すものですからね、私に積極的にメール返してくださると覚える速度も格段に上がりますし、そうですね、メールは返してください、楽しみに待ってます。人見知り、絶対に人見知り、絶対に人見知りです。あ、お前様ありがとう、キラキラ、レインボースターありがとう、できるだけ返して、うん、感じるね、そう思ってますわあ、返してくれてると思って、頑張ります、お願いします。やっぱりメールの返信を楽しみに生きてると言っても過言、うん、過言とかなんで本当に嬉しいので、そう、お願いします。はい、あ、お腹がすごい、お腹がすごいなりました、嫌だ、聞いてないことにしてくださいね。誰もありがとう、すんごいなかった、ごめんね、ご飯食べてないからうん、めっちゃ聞こえた、嫌だやめてください。タワーも来た、嘘でしょ
え、本当に？見つけられなかったかも、ごめんなさい。そうじゃなかった。いいや、クマさんのアイラブユーをくださったよね。ありがとうね。見てた、それは。ありがとう。ちゃんと食事してね。もち。配信終わったら爆食いします。明日も前座があるので、エネルギーつけていきたいと思ってます。はい。飯じゃない、飯じゃない。ああ！ごめんなさい！なんか、グッチさん、タワーありがとう。ありがたわー、ありがとう、ごめんね、なんかごめんね、違う、ごめんね、ありがとう、ありがたわー、ありがとう。いつ来れそうかな、次は。また会いたいよ、受付で待ってますありがたわー、ありがとね。そうですね、もう、え、もう55分だからそろそろ男女もうちょっとか。おねだりみたいに、本当にそう、ごめんなさい、なんか違う違う、本当にごめんなさい、違うんです、違うんですよ。ありがとうございます。あと5分、そうね、今日は3時間できなくてごめんなさい。めちゃめちゃ短かったよね。1時間もできてないんじゃないかなと思うんだけど。そういえばお見送りでお姉にあの教えてあげました。まあカニも一応ね、カニもついてますからね。お姉と違って一回、やっぱりさ、もっと何だろうかな、タワーしないとみんなはなんか寂しい気持ちなの。昼公演がね、ほんと20分ぐらいしかできなかったと思うんです。ごめんね、多分明日はもうちょっとできたらいいなと思ってます。はい、なんかそうだね、できる時間を探してはいるんですけど、それは大丈夫です。そう、タワーはお姉がやるから、タワーが聞きたい方はお姉に投げていただき、お姉が喜ぶんじゃないか。私は本当ありがたわでただひたすら感謝を伝えるだけになってしまうので、物足りないかとは思うんですが、本当に本当にいつも感謝してるので伝わってればいいなと思います。本当に感謝しています。毎日毎日本当にありがとうございます。見に来てくれるだけで嬉しいからね。さて、男女を読みたいと思います。超物足りてよかった。はい、13ひやりけたさん、ありがとうございます。12秋田のゆういちさん、ありがとうございます。11ようへいさん、ありがとうございます。10位のりさん、ありがとうございます。9位まつあさん、ありがとうございます。8位プロハさん、ありがとうございます。7位としさん、ありがとうございます。おお6位のあぱぱさん、ありがとうございます。5位まささん、ありがとうございます。4位かめせんにさん、ありがとうございます。3位だいさん、ありがとうございます。2位日焼けさん、違う、2位ぐっちさん、ありがとうございます、ごめんなさい間違えた。1位日焼けさん、ありがとうございます、ごめんなさい、ぐっちさんと日焼けさん間違えちゃった、目がどっこいどっこいで、ありがとうございました。本当にかね、今日はマッシーさんの卒業発表もあって、皆さん心も疲れているかと思うのですがね、いっぱい寝て美味しいご飯をたくさん食べて、はい、明日も元気に頑張りましょう。ゆっくり休んでね、みんなもね、みんなも休んでね。はい、はい、いい返事だ。もやししか、もやしはちょっと、もやしの他にもなんかいろいろ食べてください。エネルギーが必要ですからね、炭水化物とタンパク質取ってください。はい。
あもう59分って言ってて、近所の草食べもやめて、お腹壊しちゃうからやめて。はい、ありがとうございました。まなちゃんも美味しいもの食べますおやすみなさい、また明日ね。明日も全然待ってます。じゃあね、おやすみ、またね、ありがとうございました。